皆さん、おはようございます。今日はあのたくさんの方にお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。えー、それでは早速ですけれども、第5回目のエネキ連続ウェビナー、始めたいと思います。えー、今日はですね、えー、再生可能エネルギー100%に向けてということで、えー、エネキの議論においては、最大の課題である再生可能エネルギーと。 ということで、あの、テーマに取り上げていきたいと思います。電力を使っている側の人たちは、再生可能エネルギー100%にしようっていうような動きが今、あの、たくさん広まっているところですけれども、一方では、その供給側のあの現状というのが、まだまだ追いついていないというのが現状です。で、世界では2030年までに、 太陽光や風力など再生可能エネルギーを3倍に増やすということで合意し日本もそこに署名をしています。 で、そこで、あの、このウェビナーでは、えー、環境エネルギー政策研究所の松原弘直さんから日本の再生可能エネルギーの現状と課題について、えー、お話しいただくほか、えー、法政大学教授の高橋博さんから、えー、南オーストラリアに今月行かれたということで、えー、そこでの,あの再エネ拡大の事例などをご紹介いただきながら、えー、再エネの大規模導入と、 いうことと、まあ、電力システム改革のあるべき方向についてお話しいただきたいと思っています。え終了時間はえ12時ちょうどを予定しています。で今回あのお話を聞いている中で何か質問がありましたら Q&A に書き込みをしていただければと思います。このズーム画面上の下にあります、この表示で書き込みをお願いします。そして、誰に対しての質問か、簡単に、あの、端的にご質問を記入していただけると助かります。そして、あの、回答に関しては、随時、あの、回答できるものについては回答を記入、 していくということと、まあ、あのできるだけその30分の質疑応答の時間で、えー、まとめてお答えしていっていただくということで対応したいと思います。で、時間の都合上、すべての質問にはお答えできない可能性もありますので、えー、ご了承ください、えー。進行は私、気候ネットワークの桃井が務めさせていただきます。 それではあの一番最初の講演になります、ICEP の松原さん、よろしくお願いいたします。はい、えー、環境の政策研究所の松原と申します。えー、私の方からは、あ日本の再生再生化エネルギーの現状と課題ということで、えー、お話をさせていただきます。えー、と、これでスライド見えてますでしょうか。はい、はい、見えてます。 えとまずあの日本国内の話をする前にちょっと世界の状況を簡単に、えー、おさらいをしてから話に入っていきたいんですけども、まあ、こちらはあの皆さんよくご存知の IA 国際エネルギー機関がです、ね、出している2050年に向けた、えー、カーボンニュートラル脱炭素のシナリオとと、いうことネットゼロロードマップですね。でこの中でも再生可能については、えー、と現状 2022年こう左下のちっちゃなグラフですけども2022年、えー、比べて2030年は、えー、設備容量を3倍にしていくと、まあ、そういったシナリオになっています。で、えー、昨年の COP28 ではですねこのサフィカネギを、えー、全世界で2030年までに3倍にするということを各、まあ、合意したということですね。 で、こちらは、あの、アイリーナというですね、国際自然エネルギー機関がですね、出している、その内訳、まあ、シナリオ的なものですけれども、2022年に対して2030年、えー、再燃3倍するには、まあ、太陽光についてはですね、現状、これ2022年時点で1テラワットだったんですけれども、まあ、これを5テラワット以上、5倍にすると。が風力に関しては、 えー、0.8テラワットだったものを、えー、3テラワットにすると、えー、そういったあの内訳になってくると、えー、いうことですねで、えー、今全世界ですね再生可能エネルギーどれぐらい増えてるかというとこちらは REN21 というです、ね、国際的な自然エネルギーのネットワークが毎年出している自然エネルギー世界白書の最新版のデータなんですけども。 えー、2012年ですから約12年前ぐらいかですねで、えー、2012年までに、えー、最生の能エどれぐらい増えたかというと,、えー、とこれはあのエネルギー消費全体ですね。電気だけじゃなくてエネルギー消費全体ですけども、えー、9.5%だったものが12.9%増えましたと、えー、いうことになって、まあ、増えてはいるんですね。まあ、ところがあのエネルギー全体の消費量も増えてしまっていてですね えこのように増えてしまっていてでそれに対してまあ化石燃料も増えてしまっているんですね絶対量が。割合としては化石燃料割合ちょっと減ってるんですけども、えー、絶対量が増えているので、まあ、CO 2の排出量はまだこの10年間増え続けていたと、えー、いうことになります再燃は増えたんだけども、えー、CO 2の排出量は増えてしまったと、まあ、これがまあ世界のまあ現状であるということですね。でえー エネルギー全体の消費量から見ると、えー、熱が約半分ですね。熱として使われているもの。まあ、あの、暖房、冷房、給湯とかですね。そちら熱としてわ使われるものが、まあ、産業分野も含めて、えー、約半分になります。で、3割が、ま、燃料、えー。自動車とかトラックとか、えー、そういったものの燃料ですね。で、えー、残りの20%が、まあ、あの、電気として使われているということなんですけども、じゃあこのうちどれだけ今、 再に置き換わってるかというと、えー、電気に関してはまあ3割ぐらいもうエネルギー転換自然エネルギーに置き換わってるということなんですが、まあ、熱に関してはまだ1割ぐらいで燃料に至ってはまだ4%ぐらいしか置き換わっていないというのが世界の現状です。と言ってまあこ二2021年ちょっと古いデータですけども。 でえー、じゃあ今最終管にどれぐらい、えー、世界で増えていくかというと、えー、こちらあの1995年からあ2023年までのですね、えー、太陽光と風力のトレンドを示したものです。で水色は風力ですね。えー、風力の増え方、えー、21世紀に入ってから、えー、順調に増え続けているというこの水色のラインですね。それから、えー、この黄色いライン。 こちらが太陽光なんですけれども、太陽光についてはまあこ,こ,10年です、ね、ここ10年で世界的に一気に増えてきているという状況になります。でこれ、縦軸がです、ねえっと、ギガワット単位になりますけれども、えー、風力も太陽光もですね、2023年末の時点では、この1000ギガワットですね。まあ1000ギガワット 1>, 1テラワットになりますけれども、まあ1テラワットをまあ超えて、まあ太陽光に至ってはですね、2023年にはもう1.4テラワットに達しているということです。ちなみにあのこの黒いラインはですね、えっと、世界全体の原子力発電の設備容量を表してますけれども、まあこちらは約400ギガワットで横ばいですね。それに対して再生可エネルギーについては今急速に増えているという状況になっています。 あとは、あの、この棒グラフですけども、こちらの1年間に導入された量です。各、毎年毎年導入された量ということで、えー、昨年ですね、2023年は、えー、太陽光風力合わせてですね、400ギガワットが1年間で導入されています。えー、太陽光だけでもですね、300ギガワットですね。で、風力が約100ギガワットということで、 1>, まあ1年間でもうこれだけ増えるというペースになっているんですが、まあ、最初の方で申し上げたその再エ三倍世界で再燃三3倍のペースにはまだな,なっていないと、えー、再燃三3倍にするためにはこのペースをですね1年間に1テラワットぐらいにしなきゃいけないというふうに言われています。で,でそろそろ日本の話に入っていかなきゃいけないんですが、えー、とこちらはですね風力発電の各の 国,国別の導入量です累積の導入量ですで中国はですね断トツの1位で2023年末には440ギガワットがでに導入されていたと第2位があのアメリカで、えー、約150ギガワット第3位がドイツ70ギガワットということなんですけどもじゃあ日本はどうかというと、まあ、2023年末だとまだ5ギガワットしか導入されていなくてですね ま、同じ国土面積、ほぼ同じ国土面積のドイツと比べても、10倍以上の開きがあるという状況になっています。で、こちらは太陽光発電の国別の導入量ですけども、まあ、こちらも中国がダントツの第1位で、まあ、600ギガワット、え、導入されていると。で、え、第2位がアメリカで、え、約100数十ギガワット。で、え、日本はですね、太陽光に関しては第3位なんですね。 で大体、まあ、90ギガワットぐらい、これ、えー、っと AC ベースですけども、導入されているというところです。あ、これ、すみません、DC ベースですね。太陽光のパネル容量ベースですね、AC ではなくて DC ベースですけども、導入されているというところです。で、これの、この国別のランキング、太陽光のランキングですけども、中国はあまり 日本、えー、第3位でまああとトップ20ですね、えー、を示しています。でちょっと注目していただきたいのはこの白い部分ですねこれは昨年1年間で導入された量ですけども、まあ、先ほど申し上げた中国はですね断トツでかつ年間の導入量も非常に多いと。で他年間導入量が多い国としてはアメリカとかですねドイツとかブラジルとかインドとかありますけども まあ、だんだんちょっと日本はですね、まあ、白いところがあんまりちょっと見えなくて、えー、年間の導入量に関しては、えー、だいぶ少なくなってきてしまっているんじゃないかなと。まあ、詳しいデータは後でお示しします。あとは、あの、この折れ線グラフですけども、こちらは、あの、一人当たりですね、一、えー、人当たりの累積で導入量をちょっと計算してみました。で、あの、第一オランダですね。まあ、最近あの、ヨーロッパの中のオランダ結構導入が、ペースが上がってきていて。まあ あの今月、デンマークで開かれた国際会議で、ちょっとオランダの方にお会いしたんですけども、オランダ、1人当たり世界1位ですよと言ったら、知らなかったとっ言ってましたけども、結構、応援されてると。で、第2位、オーストラリアで、第3位はドイツ。で、日本は第4位ぐらいですかね。で、日本でも、まだ1人当たりにすると、700ワットぐらい。ですから、あの、住宅の屋根に乗っかっている太陽光パネルありますけど、だいたいあれの2枚分ぐらいですかね。 が、まあ、日本では一人当たり持ってるという計算になります。で、こちらは、あの、ヨーロッパ各国と、からアメリカ、中国、日本のですね、2023年年間の、えー、再生可能エネルギーの導入の割合です。えー、発電の割合、えー、ということになります。発電電力量の割合ということなんですけども、 えとこの棒グラフの方を見ていただくと、えーまあ、あのデンマークなんかも80%を超えていると、まあ、オーストリアも80%を超えていると、まあ、内訳はだいぶ違うんですけどね、えー、デンマークは風力が非常に多くて50%を超えているということとあと EU 全体ですね EU27 か国全体でも40%を超えて44%ぐらいになっているということで。 で、あとはまあ、ドイツとかですね、スペインとか、イギリスとか、そのあたりも50%ぐらいにまあ、まあ、達しつつある。え、ドイツはもう50%超えてますね。そういう状況です。で、それと比較して、えっ、ー、と、アメリカはですね、まあ、まだ20%台ですね。で、中国は、このアメリカとヨーロッパの中間ぐらいで、まあ30、30%ぐらいに中国はなっています。じゃあ、日本はどうかというと、日本は、 詳しいデータは後で示しますけども、ま、二十数パーセント、二パーセントを超えたぐらいという感じになっています。であと世界ではですね、まあ、あの、水力多い国もありますけども、大体いい風力が多い国が、まあ、ヨーロッパなんかは、え、一般的ですね。で、アメリカなんか中国も風力多いんですけど、まあ、日本は風力は少なくて、太陽光が断トツ多いという状況になっています。 あとあの、このオレ、えっと、オレ線グラフの方はですね、えっ、ー、と、このオレンジのラインが VRE という変動性の自然エネルギー、太陽光と風力の割合ですね。それから赤が天然ガスの割合で、えそれから黒が石炭火力の割合。で、この水色が原子力の割合ということで、国別にかなり、あの、違いがあります。で、ちょっとトレンドで見てみると、 えっと、ヨーロッパ各国はですね、1990年代から順調に再生可能義を伸ばして、えー、ここまで来ていると。で、ドイツとかスペインとかイギリスはまあ50%ぐらい。で、デンマークに至っては80%を超えているというところまで来ているということですが、まあ20年以上遡ると、まあ1990年代に関しては、まあ日本は10%ぐらい、その当時ありましたけど、再年の割合。まあヨーロッパ各国ではまだ、 10%もない、数パーセントしかない時代もあったということですが、えー、ヨーロッパ各国はここまで伸ばしてきてるんですけども、えー、日本とか、あとアメリカですね。日本とアメリカはほぼ同じペースなんですけど、まあ10、10%台でずっと来ていたものが、ここ10年ぐらいで、まあ20、20%台まで来ているというのが、ま、日本とアメリカということになります。 でこの先のまあ目標なんですけども、えー、2030年に向けたデンマークはもう100%目指してますし、まあ、ドイツも2035年ぐらいには100%電気では目指すとで他の国も100%目指している国がヨーロッパでは一般的、えー、多くあります。 まあそれに対してまあ日本はご存知の通り、2030年でだいたい40%弱ということですから、ああのこのヨーロッパ各国と比べるとまあ10年ぐらい遅れているのかなと。ヨーロッパはすでに40%超えてますので、10年遅れかな。デンマークと比べると20年遅れかなという感じになっています。で、ここから日本のお話に入るんですけども、こちらはですね、 えっと日本全体の電源構成の推移を、えー、示しています。1990年度からですね、2023年度の最新データまで、えー、示しています。であの大きくたのは、ね、やはりその3.11、えー、東日本大震災、えー、福島第一原発の事故以降ということで、えっ、ー、と原発は一旦ゼロになり。 ま、それに関しては、この10年間でまあ10%台から20%台になってきたとで、火力発電についてはまあ一旦90%ぐらいまで増えたんですけれども、今は70%を切るぐらいまで下がってきてると、うん、いうことになります。で、この状態からですね。2030年の今のエネ期第6次エネ。 えー、に対しては、まあ、これだけ、まあ、変わるということですね。2023年度と比べても、えっ、ー、と、電力消費量全体も、えー、減りますし、えー、火力の割合も、えー、40%。で、再の割合が40%弱。で、原子力を20%というのが、今の政府の、え、エネルギーの目標ということになります。で、こちらが、あの、太陽光発電とか、えー、 サイスカナギの国内での設備容量の推移ですけども1990年代から示してますがやはり一気に増え始めたのが2020 2012年ですねの FIT 制度が始まってからということで,で、まあ、しかも太陽光の増え方がもうダントツであるということですね。で風力に関してはあまり増えていない。まあちょ ちょっとは増えてますけども、あとバイオマスが結構それなりに増えています。で、地熱はほとんど増えてなくて、あと蒸水力はほとんどリプレイスなのでほとんど増えてないかなと思います。で、こちら側の左が導入量の推移で、え右側がその認定量の推移なんですけども、まあ導入量に関してはあの一時期、えー、もう太陽光ですけども、まあ九ギガワット超えていたような。 年もありましたが、まあ、最近は5ット台で2022年度には4ット台まで落ちてきていると。FIT、あとは2022年から始まった FIP プレミアムに頼らない導入量というものは正確な数字というのは出ていないんですけども、まあ、推計値としては0 5ットぐらい導入されてるんじゃないかというふうに推計されています。まあ、これはあの認 FIT に導入された量に対して、まあ、系統に接続された量というのは分かってますので、まあ、そこから推計したものだと思います。それから認定量についてはですね、過去、えー、制度が、FIT 制度が始まった直後に認定されたものが一番多くて、そこから徐々に減ってですね、2020年度に関しては 1.5GW しか認定されていません。という状況になっています。 でこちらが、まああのー、太陽光以外も含めた FIT の認定量の年度の推移なんですけども、あ、すみません、認定量じゃなくて導入量ですね、導入量の推移なんですが、えっ、ー、と、最大全体でもですね、6ギガワット台が最近続いている中で、えー、2021年度に6ギガワット台を切って、で、2022年度にちょっと復活したんですけども、バイマス中心に復活したんですけども、 えー、2023年度にまた4、えー、5ギガワット台まで落ちてきていて特に太陽光の落ち込みが大きくてですね2023年度は、えー、3ギガワット300万キロワットしか導入されていませんで逆に増えてきているのは風力ですね、えー、2023年度は風力が1年間で、えーえー、1ギガワット導入されました はい、ええ100万キロワットですね、導入されたということで、これ過去最高ですね。ですから太陽光はもう導入がかなり落ち込んでいるということです。でこちらのサエネファイティ制度のあの付加金の推移ですけれども、まあ2023年度はですね、あの化石燃料価格の高騰によりですね、開閉化の費用が非常に膨らんで、まあその分付加金は一時的に減りました。 で今年度はですねそれがまた元に戻って、付、え、加、ー、金は、えー、3.5円程度ということで、まあ、今後はですね化石燃料の価格が高騰して、換気管の費用が増えれば、付、え、加、ー、金は下がるし、えーまあ、今年度みたいに、換気管の費用が元に戻ると、付、え、加、ー、金は元に戻るというような形が多分今後、繰り返されるんじゃないかなと。 思いますですから3.5円台ぐらいでずっと推移して、まあ、2030年度以降は外、ねえー、FIT が増えるので、まあ、徐々に負荷券が下がる,と方,向なる方向になると思います。えー、とこちらはです、ね、電力エリア日本には10の電力エリアが、えー、ありますけども、えー、こちら電力エリア別の再生エネルギー限限の割合を示しています。で一番高かったのが2023年度はあ北海道と北北でした。 えー、たまたま同じ数字でしたけど、四十一点一パーセントですね。で、えー、その次がまあ北陸とかですけども、えー、太陽光だけ見ると、えー、まあ四国とかがですね、えー、一番多いような感じになってます。えー、ただ、V.R.E. ということであれば風力も含めるとですね、やはり北海道とか東北が多いと割合が高いということですね。それからあのー、瞬間値、えー、一時間値で見ると。 瞬間的に100%を超えたエリアがですね、5エリアありました 100%1、まあ、時間値で超えた時間帯があったということですね例えばこの右のグラフで四国エリアなんかはですね2000昨年の5月3日に災害率123% ええ VRE だけで93％、太陽光だけでも92％に達したりしています。まあこれでも電力需給全然問題なくて、えバランスが取れています。まあこのあたりにデータはですね、最近あの各電力会社いわゆるあのソーラー電事業者の方からですね、え一時間値あ三十分値ですね、三十分単位でデータが公開されるようになりました。 で以前はあのその辺が見える化されていなかったので、ISEP の方でもエネ,エネルギーチャートという形で見える化して、このグラフはそのデータ作っています。で、まあ、こういう状況ですので、太陽光とか風力についてはです、ね、出力抑制ということが行われています。バランスを取るためにです、ね、出力抑制というのは行われている。 これはの昨年5月にですね、九州エリアで最も、えぇ、ー、出力抑制された時の1日のグラフですけども、えー、まあ太鼓がですね、本来この、えー、釣り鐘状の形で発電するはずだったものが、まぁ、あ、50%以上抑制されているというような日がありましたということですね。まあ1年間で鳴らすと、昨年1年間で九州エリアの出力抑制は8%台でした。 これはその前の年まで3%台だったので、まあ、ちょっと増えているという感じですね。えー、残りのエリアもあの東京電力エリア以外は全て出力抑制していますけれども、まあ、多いところでも3%台で、まあ、8%、えー、超えているのは九州エリアだけと。でこちらがあの、えー、毎年の佐々木会の割合ですけれども、2023年度は、えー、ちょっと速報値ですけれども26%になりました。えー で、これがですね、2030年のエネルギーの目標では36から38。で、内訳を見ると太陽光は、あの11、11%なんですけども、2023年度で。で、これを20、あれ失礼、えー、2030年度で15%にするというのが政府の目標。から、風力は1%から5%、5倍にするということになりますね。で、バイマスは0.3から1ですけどね、3倍にすると。 えというそういうまああの政府の目標であるということなのでペースについてはまだまだ上げなきゃいけないということですね。これまでは大体年間1%ずつぐらいでしたけどもこれを1.5倍ぐらいにする必要があります。で政府、まあの方でもですね、まあ、経産省中心にこの再年の導入の促進をいろいろ検討していて、まあ、こういった施策をですね、まあ、打とうとしていると。 まあ、認定されたものに対しては、ほとんど認定され、90%ぐらいの導入が進んでいるので、未稼働については残り9ギガワットぐらいしかないと。で、あと、ま、風力なんですけども、ちょっと陸上についてはかなり遅れているという状況ですが、ま、洋上についてはですね、ある意味順調に、えー、この、入札が進んでですね、まあ、4ギガワットぐらいまで積み上がっているということです。で、あと、地域での共生というのは非常に課題になっていて、ま、今度様々な施策が打たれていると。 とということとそれから、まあ、あのいろいろな太陽光については基本的な情報が不足してるだろうということで、まあ、こういったサイトあとはまあ地域別に見るとです、ね、結構再燃導入進んでいる地域があって、まあ、こちらエネルギー属地帯というあの千葉大統領の共同研究なんですけれども、えー、自治体別に見ると200以上の団体自治体が100%を超えていたり、まあ、電気だけで見れば300以上を超えていると。 あと、まあ、あの、都道府県別で見てみると、えー、2022年度で、まあ、秋田県なんかはもう80%電気で超えているとかですね、なります。ただ、都市部、あの、エネルギーたくさん使っている、え、大都市では、まあ、割合低いというとですね。で、自然100%を目指す様々な、あの、イニシアチブありますけども、まあ、こちら、あの、えー、Can ン a p の方で行っている自然100%プラットフォームというイニシアチブです。 それから皆さんこの大企業を中心の RE100 とかですね。それから中小企業等の再 n 1 0 0宣言、RE アクションというのもあります、はい。で、まあ最近注目されているのは PPA ということで、えー、まあ直接取引する形、FIT に頼らないような形。からあと環境価値の扱いっていうのもちょっと最近複雑化しているので、まあそのあたりの課題もあるかなと。で、まあこういうふうに整理をちょっとしたりしています。 でまあ新しい、えー、こういったサイネの導入の形がパ地域で求められているんじゃないかなというふうに思います。私の会場になります。ありがとうございました。はい、松原さんどうもありがとうございました。あの日本の状況、世界の状況を詳しくお話しいただいて、ちょっと最後飛ばす気味だったので、また質疑応答の時間にもあのいろいろとお話を加えていただければと思います。ありがとうございました。 えー、それでは、えー、続きまして、高橋さんから再エネの大規模導入に向けた電力システム改革の在り方、南オーストラリア州の事例を踏まえてということで、お話いただきたいと思います。高橋さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、まあ、今、増原さんから包括的な情報提供がありました。で、あの比較的、きょう来ていただいている方はですね、 えー、どうしたら再エネ、もっと入るんだと、もっと日本も入らないのかという思いをお持ちの方が多いんではないかと思います。でなかなかこう政府とかは、ですねいやいや、もう入らないんですよと、日本十分努力してるんですよと、限界があるんですよと、まあ、いうようなご説明になっているわけですけれども、き、まあ、今日はちょっと事例の紹介的な話で、あのどうしても私なんかもですねこれまで欧州、欧州、欧州と。 ドイツとデンマークというような事例を持ってきて、えー、こんなに入っているんだから日本もできるんじゃないかと、いやいやと日本は欧州とは違うんですよと、無理なんですよというような議論をずっとしてきたというところがあります。でもちろん欧州は非常にこう参考になる点がたくさんあって、もっともっと日本も真似できるわけですけれども、かなり状況が違う事例としてですね、あのオーストラリア。 でオーストラリアの中でも、南オーストラリア州というのが、ですね、まあ、最近ちょこちょこ、さまざまな記事とかでも紹介され始めてますけれども、その事例をご紹介をしたいということであります。 で、まず最初にですね、まあ一応デーシステム改革の観点からということで、えー、若干その復習をした上で、じゃあ南オーストラリア州どうなってるんですかと、なんでたくさん入ってるんですかとこういう話、ここがまあメインの話になります。で、最後、じゃあそれは日本にとってどういうことを意味してるのかなという、まあ教訓を学ぶという三、まあ、部構成でですね、あの25分ほどお話をできればと思っています。まずちょっと復習的な話です。 あのまあ、その再燃を批判する方々はです、ね、えー、特に変動性再燃、ね、まあ、風力太陽光はたくさん導入できないんですよということをおっしゃるわけですが、あのやはりそういうおっしゃる方はです、ね、これまでの電力システムを維持すべきであるというお考えにです、ね、立ってらっしゃるのではないかということを、すねず私も申し上げてきました。まあ、いくつかポイントがあるわけですけれども、まあ、第一にやっぱりその発電所。 これまでの電力システムは発電側で全てコントロールをするという思想が非常に強くて、ですから発電所の中でも集中型のですね大規模な発電所になるべく頼ると、それが一番安定供給上いいんだということで、まずは当然原子力ということになりますし、あとやはり最近、調整をしないといけないと、需給と周波数の調整をするときには、火力がどうしても不可欠なんですと、なくすだけにいかないんですと。 いうことで、この二つを維持しないといけないというご説明をされると。特に今 GX なんかを見ると、その思想が非常に強く現れていると。二つ目が、まあ、発電所大きなものを作るということと関係してくるんですけども、やはりこの発送電一貫でないといけないと。まあ、今の電力会社もですね、分割してはいけないと。 そういう思想ですね発送電一貫体制を維持しないといけないと、でもさすがに先進国のすべての国が分離してますので、あの発送電一貫っていうこと自体はなかなか言いにくいので、最近はまあ災害時に協力が必要だとかですね、まあ、そういうお話をよくされるということです。で3つ目は、まあ、なんだかんだ自由化をしてきたんだけれども、やっぱり市場メカニズムは最終的には信用できませんよねと。 いうことをですね主流化をやりすぎると安定供給が阻害されるんですとか、まあ、そういうお話をされると、まあ、こういう主、ま、と、あ、し,して三つぐらいの理由でですね、えー、再エネを入れるには限界があるんですよということになります火力を減らすことはできないし、えー、需要側にですね、えー、期待するにもまあ限度がありますし えー、送電線、作れ作れって言うんだけども、高いですよね、時間もかかりますよねと、まあ、あるいは蓄電池もですね、えー、高いですよねとい、まあ、ったような話になるということだと理解をしています。でえー、とはいえ、まあ、世界でですね再エネがたくさん入っている国がまあ,あると。 いうことで、えー、その通りなんですけれども、おおむね、えー、これまで、ですもともとたくさん入っている国って、やっぱり水力が圧倒的に多い国でありまして、まあ、水力、比較的大規模だったりしますので、まあ、それをまあ集中型と仮にしますと、ですね、まあ、ここに書いてあるような、まあ、ノルウェーとかカナダとかですね、えー、いう国はまあたくさん、もともと水力が圧倒的に多いと。 いいうことだというこことととだであります、まあ、それは確かに水力が多いと、水力はあのあの出力調整運転も容易にできますので、あのこれまでの思想の中で,です、ね、電力システムの考え方で十分まあ収まってきたということだと思います。まあ、この辺は再エネ100%とかなっているような国々だということです。 一方で、えー、比較的ここ20年ぐらいで,です、ね、ぐぐっと伸ばしてきた、まあ、先ほどのデンマークとかドイツとかっていった国は、まああの、変動性再エネの割合が相対的に高いわけですね、風力対応で。比較的こういう国は、まあ、広域連携、そうでもですね、国債含めて、えー、がたくさんあるからできるんだということです。まあ、イギリスなんかはあのそれほど強くはなかったんですけども、まあ、最近結構強いと。 いうまあ、増強しているということもあるんだということなので、まあ、だから日本は当然これとも違うよねという話にこうなるわけですねで。もちろんデンマークなんかは地域熱供給でですね需給調整をしたりですとか、あとまあスペインなんかは、ですね系統が細いんですけども、まあ、気象予測で頑張るとかですね、もちろんそういう要因はあるわけですけども、やはり広域系統、国際連携があるからできるんだということで、だから日本はダメなんだというような説明がよくなされてきたわけです。 で今日のお話は、えーおおまあ、あ新しい方法で取っていきましょうということで、まあ、それが南オーストラリア。でキーワードがあー蓄電池、えー、大規模蓄電所とか、まあ、VPP を使ってですね、蓄電池の力でですね、 えー、そういう需、まあ、給調整とか周波数調整もしてしまおうと、おこうすると VRE がたくさん入っても、ですね変動制裁量がたくさんあってもだ大丈夫なんじゃないですかという、まあ、お話というふうにご理解をください。でこれいずれの場合も、ですねやはり送配電網の中立性であるとか、市場メカニズムをしっかりと使うと、要するに市場が機能しているということがまあ大前提になるということは、ですねあの改めて確認をしておきたいと思っております。でえー、南オーストラリア とということですでまず、まあ、皆さんあまりご存知ない、私も初めて行きましたので、あのちょっと調べてみたんですけども、まあ、欧州、豪州全体でですね、えー、人口2600万、まあ、人口が日本でまあ4分の1、5分の1ぐらい、で逆に面積はあ日本のお、まあ、あ20倍ぐらいですか、あ非常に大きい国なんですけども、まあ、ご承知の通り、石炭の大,大輸出国ですから、あ電源構成でもですね、まあ、今でも50%弱ぐらいは石炭。 ところがですね、実は再エネはもう30%超えてるんですよね。 ああれあれとまずここでびっくりしたんですけれども、で今日の主題である SA ・サウスオーストラリア州ですね、ここに地図が書いてありますけれども、このど真ん中の南側にある、まあ州、州都がアデレードってこの辺なんですけれども、まあ、人口は本当にもうこの辺の、この海の近くに偏っていて、まあ、ほとんどまあ砂漠であったり、荒野であったりするわけですけれども、まあ、人口180万と、まあ、人口非常に少ないんですけれども、面積はまあ日本の 2, 2倍強、2倍、2.5倍ぐらいある。 でこの週がなあで注目されているかというと、実は再エネが74%で、しかもほぼすべてが VRE と。 いいいううう状態にななっているんだとなどうしてなんだだととどのが今、日の、まあ、出発点でありますで今 VRE74% だという話をしましたけれども、こちら,こちらがまああの発電電力量、要するに出力あの電源構成を示しているわけですけれどもあの、数字が2009年からこれ、始まっていますけれども、2007年にはもうほぼゼロだったらしいんですね、ちょっと数字が取れなかったんですけれども、2007年にはもうほぼゼロだったものがです、ね、あれよあれよと、わずか15%。 5、6年の間にです、ね、74%まで来てしまったと、なので、まあ、欧州ではそのデンマークなんかが一番この割合的には再、ね、エネ、特に VRE が高いと言われるんですけども、それよりもはるかに早い、要するに短期間で,です、ね、ここまで VRE を増やしてしまったと。でこれ見ていいたただきたいんですけども、 あの石炭火力はです、ね、2016年に廃止をしています。でまあ、ガス火力は残ってはいるんですけども、これも徐々に割合が減っていって、で風力と太陽光で、まあ、ほぼほぼすべての再エネを賄っているということですから、非常に条件としては、まあ、厳しい、難しい状況だということがお分かりかと思います。で若干歴史をひもときます,とです、ねまあ、2000年代の初頭から あの労働党の方がです、ね、州の首相になられて、再エネ頑張ろうということでやり始められましたと、でまあ、フィットを2008年に始めるとか、公共施設の屋根にです、ね、太陽光パネルを義務化ですとか、なので、あの決して始めた時期はです、ねまあ、日本と比べてそんなに早いわけではないと。 でところが、2015年にはですね、えー、もう再エネが40%近くまで来たので、2025年に再エネ50%の電源構成の目標にしようということですから、もうこの時点で十分、日本をはるかに追い抜いていると、ところがですね2016年にあのブラックアウトが起きました、もう州内すべて大規模停電、あの北海道の2018年に起きたような感じですね、と、えー、いうことが起きましたと。 これでまあ大変だということになったわけですね。でしかも2016年9月の大規模停電の4か月前に先ほど申し上げましたとおり、石炭火力を止めています。 石炭火力ではなくてですね、あの発電事業者が儲からないからやめるんだということでまあ止めたということです。まあ、とはいえ火力をこんなに減らしてですね、あの周波数調整とかできなくなったからでしょうというようなまあ、批判を受けたわけですね。主因はあの暴風によってですね鉄塔がたくさん倒れて送電網が寸断されたということがまあ、直接的な原因だったんですけれども、まあ、風力が増えすぎだからだとかですね火力が減ったから。 からだとかまあ、そういう話を批判を、まあ、国中から連邦政府からも受けたということで,で州政府どうしようかということを議論をした結果、まあ、彼らがすごいのはです、ね、蓄電池でなんとかしよう。 といいうう道を選んだっていうことですねあの石炭火力、もう一回動かそうとか、ですね VRE をこれからもう増やすのやめようとかっていう、なんかそうなりそうな感じがするんですけれども、州政府はいやいやと、蓄電池でなんとかしようという議論を短期間でまとめたと、でさらにあのテスラのですね、えー、イーロン・マスクさんがあのツイッターでですねツイートをして、ですね、えー、我々だったらあの100日以内に、 建設できるよって言って、ですね結構まあ論争になったりしたんですね、2017年3月ですね。で、実際にテスラはですね60日ですね、実質60日で、ホーンズデイル蓄電所というですね100メガワットの当時としては世界最大のですね蓄電所を建設して、年末には運搬をしたということなわけです。 でその後あのまあ小さい、えー、まああのそもそもあの過疎地でありまして送電網が非常に弱いということもあってですね、えー、暴風とかでですね送電網が倒れるみたいなことがありましたそれはありましたけれどもいわゆるブラックアウトは起きず 2023年にはですね再エネ電力の74%、先ほどのやつをお、まあ、達成しておりますし、年間365日のうち289日はですね再エネで100%を超えるいうことを達成してますし、なんと、PV のですねうち多くが屋根置きなんですね。 あのメガソーラーではなくて、屋根置きがあの3分の2か4分の3か、それぐらいを占めていることもあり、屋根置き PV だけでまあ時間帯によっては100%になるという、非常に羨ましい,いこともやっていると、しかしながら別にこう毎日毎日停電しているという,ようなことはないということで、2027年には、ネ熱ト100%、再エネ100%を達成するという話なわけです。 で電力システムどうなってるのってことも今回、勉強させてもらいました、もともと90年代まではあ、公営の電力会社が発送一貫でやってらっしゃるということでした、まあ、民営ではないんですけれども、発送一貫でやってらっしゃる会社がです、ね、公営事業者があったわけですが、99年にです、ねまあ、自由化プラス民営化をしましてです、ね、当然、発送電分離、所有権分離をしますよと。 ということで、まあ、発電は競争、小売りも競争と。でえ、ここはですね、発電、送電は送電で、まあ、エレクトラネットという会社を作り、配電は配電で、えー、SA パワーネットワークスという会社を作ったと。で、もちろんあの市場をですね、えー、導入してで、オーストラリアはこの東端のですね、えー、6のエリアはですね、 一応、地上を共有しています。あの、連携線で、ね、こうつながっているんですけど、細いんですけども、地上を共有しているという、まあ、状態になっているという仕組みの中にですね、こういう仕組みの中にですね、あの、蓄電池とかをつないで、なんとか安定供給を保とうということをやっていると。 いう状態なわけですそれで、えー、先ほどの蓄電池なんですけどもお何をしてくれるのかと、まあ、ここにホーンズデールの写真を引用させてもらっていますけどももともと風力発電、えー、ウィンドファームがあるそばにですね えーまあ、この,あの100メガワットの蓄電池を置いたということなんですけども、あの蓄電池ですから、もちろん需給調整をします、あのいわゆるさやとりということで、えー、供給過剰時にはまあ充電をすると、まあ、電気が安いわけですね。で、えー、供給不足時、まあ、夕方とかはです、ねまあ、放電、えー、電気を供給すると、系統に供給するということですから、当然、さやとりができてです、ねえー、ネガティブプライスも導入されてますので、えーまあ、全部儲かるということですね。でそれから周波数 の調整サービス、アンシュラリーサービスもできるというのが、これ、非常に面白いところで、あの非常にこう応答速度がです、ね、蓄電池、火力よりむしろもっと速いので、あの非常に精緻にですね。 あの周波数の調整ができるということで、ここはあの州政府との間の契約ということに周波数調整サービスになっているらしいんですけども、それもできますよと。それから最近、その感性感性っていう言葉ですね、イナーシャイナーシャっていう言葉がよく日本でも聞かれるようになってきました。イナーシャは確かに再エネでは提供できないと、風力とか太陽光では提供できないと、だから火力が必要なんだっていう最後の砦りみたいな議論になっているんですけども、蓄電所もですね、イナーシャを提供できないと。 提供できるという話も今回、非常に面白い話でした。で、えー、当然、何か緊急時ですねでで、電源があった時に足りないという場合には、バックアップ電源にもなりますよということで、えー、と30メガの100メガのうち30メガは、あこちらの周波数調整とかのサービスに使い、70メガというのはバックアップに取っているというような契約になっていると。 いう話を伺ってきましたで、重要なのはですねこのようなサービス蓄電所っていうものがビジネス そしてですね、えー、持続可能だということですね経済性が高いということでありますあの100メガワットの、まあ、大,大容量の蓄電池なんですけどもお、まあ、当時のお金でですね約80億円9000万オーストラリアドルかかったということなんですで、まあ、こういう場合日本でもですね、まあ、補助金というのがたくさん、まあ、追い込まれることが多いんですけども、まあ、オーストラリアでもですね合わせて1000万ですね9分の1ぐらいは補助金だったと いうことなわけですがあ、いざ運用をしてみると、ですねこのホーンズデール蓄電所は、まあ、先ほどのさやとりですとか、ですねあのあの周波数調整サービスで,です、ね、で、えー、2018年度の第一四半期だけで、250万オーストラリアドルを設けた。 っていうんですねこれは純利益ですあの。費用とかを引いた利益が250万、四半期だけで、えー、250万ですから、まあ、単純にもし4倍するとすると、年間で1000万ーオーストラリアドル儲けていると。それから、これは30メガワット分だけですので、残りのバックアップ契約の方については、これは数値が明らかにされてないんですけども、まあ、これも当然、あの30メガワットに負けないぐらい儲けがあるんではないかというふうに記事なんかを読むと、まあ、書いてありました。 まあ仮に同じだとすると、1000万、1000万ですから、2000万オーストラリアドル、年間でですね。 え、儲かっているという計算になりますから、もしその通りだとすると、まあ、単純に5倍すると1億ということになりますので、まあ、5年で元が取れるという計算になります。じゃあ、事業者だけが儲かっているのか、そうではなくてです、ね、州政府の方をですね、先ほどの周波数調整のサービスの費用を払っているのは州政府らしいんですけれども、州政府にとって、このエフカスのです、ね、費用っていうのが、前は10億有力ドルぐらいです、ね、年間かかってたらしいんですね。それが あのこの2019年には90%減ったと、10%になったということで、それがあの費用節減分がです、ねえー、1億オーストラリアドルを超えていると、あの建設費用が9000万ですから、州政府にとってもです、ね、非常に出費が抑えられたということで、まあ、ウィンウィンじゃないかということだそうです。 ですので、このホンゼルが世界初だったわけですけれども、その後オーストラリアでは、サウス・オーストラリア州内ももちろんですけれども、州外も含めてですね、他州も含めて、あの蓄電車の新増設が相次いでいると、カリフォルニアなんかでもですね、蓄電車の増設が相次いでいるわけですけれども、例えばホンゼル自体もですね、2020年、ですからできた3年後にはですね、1.5倍に増強をしていますし、 あと、先ほど、ああこれですね、発電と小売りをやっている AGL という会社があるんですけれども、オーストラリアのガスとかをやっている会社なんですけど、一緒に老舗です。100年以上あるですね、老舗の、要するに旧一般電気事業者みたいなですね、ところですら、250メガワットの蓄電所をまあ新設すると言ったようなことをですねやっておりまして、私、ここにあの訪問してきたんですけれども、 あの、AGL、要するに火力発電の会社がですね、非常にこう、胸を張ってるんですね。<laughs> すごいだろうって言ってですね、この蓄電所の説明をしてくれまして、しかもその蓄電所の跡地っていうのは、蓄電所の、まあ、建設地っていうのがですね、あの、最近、その、ガス火力発電所を止めた、その跡地だっていうんですよね。なので、うわー、すごいなと。 おまあ、要は日本の大手電力さんがですね、えー、火力発電所を止めて、そのハ地に大規模蓄電所を作ってですね、これで再ネをコントロールできるんだ、すごいでしょってこう自慢してるみたいな、まさにそういう話を聞いてきまして、ちょっともう呆れてしまったというか、もう唖然としたという話でございます。 大規模蓄電所はもちろん1箇所にですねこの何百メガっていう大きな発電所蓄電所を作って、そこで周波数調整とかができるわけですけれども、もう1個、VPP ですよね、あのバーチャルパワープラント、まあ、仮想発電所とかって言われますけれども、こちらの方もオーストラリア進んでいまして、ですねあの、まあ、日本なんかではまあ小さい発電所とか、再エネ発電所とかを束ねて、それでまあコントロールをする。 というところなわけが、まあ、VPP なんですけれども、あの例えば南オーストラリア州では、サウス・オーストラリア州政府も関与してです、ねあの、サウス・オーストラリア VPP というような、まあ、プログラム、事業をもう始めています、6年前から始めていまして、やはりここにもテスラがかんでいて、テスラと小売り事業者が、まあ、メインのアクターになって。 でえーまあ、テスラですから、まあ、蓄電池とかですね、家庭ですよ、家庭用に盛り込んでるわけですねで、そういう家庭の太陽光パネルとかですね、家庭用の蓄電池を束ねるということです。束ねて、まあ、運用をするということをやっているということで、もう,もうすでに5500世帯以上が加入をしていて、えー、加入してくれれば、まあ、蓄電池とか太陽光パネルをこちらが運用させてもらえますよと。 でその代わり、その家庭にはです、ね、最安値、これ、必ず最安値にするらしいんですけれども、市場の価格の、最安値の電力を使えるようにして、その電力というのは基本的には太陽光パネルの電池が使えますし、蓄電停電時にはです、ね、当然、蓄電池から供給するという契約で、蓄電池とか太陽光パネルを束ねると、束ねて周波数調整とかのサービスを提供していると。 あのーまあ、2022年11月なんかには、ですねやはりこれ、暴風で、サウスオーストラリア州があ他の州から切り離されるなんていう、まあ、一部停電が起きたんですけれども、あそ鉄塔が倒れて、そういう時にも VBP。 がですね、えー、そういう周波数調整とかのサービスを提供していると貢献しているというようなお話でしたなので大規模発電所だけじゃなくてですね VPP っていう観点からも非常にうまくまあ、蓄電池とかあ分散型のエネルギー源を使って、えー、安定供給を維持しているという話が非常にこう印象的でした まあじゃあこれからどういう示唆がです、ね、最後、日本に得られるのかということなんですけども、3点、ここに記しました。まずです、ね、ベースロード電源という概念はもうないと、必要ないということです。日本ではいまだにベースロード電源が今後も安定供給不可欠である。だから原子力とか大規模火力が必要なんだ。 ということなんですけれども、先ほど見たサウスオーストラリア州の事例というのは、もちろんもともと原子力はないとで、石炭火力止めましたと、大規模水力はもともと平地なんで、えー、乾燥地なんで、水力は基本的にはありません、溶、えー、水もありません。にもかかわらず、安定供給をなんとか維持しているということでありまして、VRE が74%。 でガスはまだ残すんだという話はしていましたが、そこにまあ蓄電池を,を付け加えることによってです、ね、あるいは VPP を付けることによって、まあ、十分安定供給、周波数調整とか感性も含めてで,す、ね、できるんだと、もう自信を持って、えー、実践されているということだったわけです。 2つ目が、まあ、よく日本はです、ね、再エネ入らないと、欧州と比べたときに、国際連携がないからだ、ね、ドイツはフランスからあの原発の電気買ってんだってこうよく言われますけども、この広域連携もですね、絶対条件では少なくともないということです。でもちろん、あのオーストラリアは国際連携線は一本もありませんし、サウストラリア州もあの隣のビクトリア州とはつながっているんですけれども、まあ、連携線が非常に細いということです。 ですので、そういうまあ非常に悪条件、日本よりもよっぽど悪条件でも、VRE が74%入るということですので、やはりこの蓄電池のまあ力っていうのは、侮れないなと、おでもちろん、連携線があるに越したことはないわけであって。 あのサウス・オーストラリア州もニュー・サウス・ウェールズっていうあのシドニーの方ですね、州と連携線がないので、今、建設中だと言ってるんですけども、やっぱそれはこう4、5年かかるわけですよね、計画してから5年とかあ、まだ今から3年後に運回するんだって言ってました。そういう,こうリードタイムっていう観点からも、蓄電池、蓄電所ってのは非常にこう魅力的であると、半年とかでできちゃうと、1年でできちゃうという意味でも、ですね蓄電池ビジネスってのは、 非常に安定供給の観点からも意味があるんだということです。えー、なので、広域連携も絶対条件ではないと、少なくとも日本は十分にあるということだと思います。で、3つ目が、蓄電池というのは非常に多面的な便益がある。 ということは、今回私が学んだことでありまして、重放電できますよね、さやとりできますよねっていうのは十分分かってたんですけれども、非常にこう、ミリ秒単位の応答速度があるので、周波数とか調整とか感性の方までえ提供してくれるっていうのは、非常に発見でしたし、やっぱりこのリードタイムが短い、建設がですね1年間とかでもう終わってしまうということ、あるいはまああのそんなに広い土地が当然いらないわけでありまして、当然ま、あ,あまりですね、住民から 反対運動が起きるみたいなんですよね景観とかの問題も基本的にはありませんので、まあ、非常にこう立地が容易であると、そこに高い経済性が加わっていますので、まあ、非常にこう魅力的な手段なのかなというのは、本当に目からうろこというふうに思いましたでもちろん、これにはですねサウス・オーストラリア人口が180万人、だからできるんだよとかいう反論が来るんでしょうけども。 まあ日本もです、ね、あの北海道とかでまずやるという手があるんではないかと思いますので、えー、サウスオーストラリアの事例はです、ね、今オーシュ、欧州、豪州全体で,です、ね、今、広げていこうというような話になっています。 でこれ最後ですけども、まあ、日本、じゃどうするんだってことなんですけども、もともと水力っいうのは、日本は少なからずあるっていうのがポイントですね。揚水は世界最大級っていう状態になってます。で、連携線も、ですね、まあ、細い細いって言われるんですけれども、豪州よりはよほど恵まれた状態ですし、まあ、マスタープランということで、まあ、ゆっくりとですけれども、やろうとしていると。 でそこにですね、蓄電池をうまく組み合わせれば、日本も十分にできるんではないかと、まあ、これまで北海道なんかでは、ですねあの発電所側につけろなんていう非常に非合理的なことをやってきたわけですけれども、あの市場メカニズムがしっかり機能して、えー、まあネガティブプライスなんかも入れば、ですね、えー、蓄電池、これからどんどん増えていきそうですから。 日本も十分にですね、えー、VRE をもっと入れながら安定供給を維持できるということを、まあ、確信したというのが今回のお、まあ、視察の報告でございました。えー、以上、ご清聴ありがとううございました。高先生、どうもありがとうございました。 あの、本当に非常にずっと参考になるお話で、蓄電池の可能性っていうのが。実際にオーストラリアでていて。もう七十四パーセにもなって、というのは。あの、大きな希望だなと思って、伺いました。ありがとうございます。それでは、あの、たくさん質問を寄せていただいていますので。 あの質問にするそれぞれお答えいただければと思うんですけれども、えー、とそうですね、一番最初の質問はもうすでに高橋先生のお話の中にもあったので、2番目の質問からと思いますけれども、えー、日本でこれから再エネ100%に向けて、急速に太陽光を増やすためには、成、え、う、ー、する労働力が足りていないという議論がありますが、この点についてどう思われますかというお話があります。 太陽光だけではないと思うんですけれども、あの再エネの事業を携わる人の、今現時点で少なさについて、何かあれば、松原さんからい、はいえーと。まず、太陽光ですけれどもあの、先ほどお示ししたように、日本ではあの過去、えー、1年間にです、ね、10ギガワット、1000万キロワットぐらい導入された時期があるんですね。で、そういう成功ができたと、あの短期間でやっちゃったんですけど、あの本当にまさにある意味、 あの時期には奇跡だったのかもしれませんが、まあ逆にそういう時期があって、だんだん減ってきているので、逆にまあ倒産してしまっている、えー、施工業者もあったりするような日本の状況の中で、まあ実はですか施工の、なてうんですかね、そういう労,、まあ、労働力については他の建設の他の労働力との合いがあるんで、まああの、何ですかね、あの、 決定的なことは言えないですけども、あの、最燃に、あの、太陽光に関して言えば、施工の、えー、技術もあるし、あの、それだけのキャパシティは、えー、十分に、まあ、業者も、えー、いるし、えー、あるんじゃない逆にそれが今、えー、導入量が減っちゃってるので、えー、どうすんだみたいな、逆に、あの、えー、導入したいんだけど、えー、仕事がないみたいな状況に逆になってるので、もう全然やる気になれば、いくらでも、えー 事業,事業者はいるし、まあ、労働力に関しては他の、えー、いろいろな建設とか、そちらのちょっと労働力不足みたいな影響が出る可能性はありますけれども、その辺はうまくできるんじゃないかなと思います,あと,いますあと風力に関してはですね、あの特に新しい洋上風力に関して、まあ、今、サプライチェーンを作っている、えー、ところなので、新しい形の、えーまあ、事業というか、あの労働力が必要になると思いますけれども、それもこれから、えー、きちんとできていくんじゃないかなと思います。はい ありがとうございます高橋さんかから何か加えることは、ね、えとすみません、私、ちょっと労働力が足りないという話はあんまり認識をしてなかったんですけども、まあ、もしそういう話があるとすると、今あの、松原さんがご指摘のように、やはりそもそも再エネビジネス自体がかなりその逆風というか、あまあ、 衰退傾向にここ数年ありますので、えー、それで、えー、なかなか人も集まりづらくなっているということなのかなと思いました。あのもちろん全般的に、まあ、労働力不足というのは日本の経済全体の話としてはあるわけですけれども、やはりこの魅力的な産業、将来性のある産業とすることによって、当然優位な人材は集まってくると思いますので、多分順番としてはそちらが先なんだろうと思います。なんかこうサイエネ自体が非常に技術的に 難しくて人が集められないとかね、原子力のようにそういう原子力工学に来る学生が少ないとか、そういう話ではないと思ってます。はい、ありがとうございました。えー、では次、あの高さへのご質問ですけれども、南オーストラリア州で3エ年の転換が進む中で、電気代はどのように推移したのでしょうかということが質問として言っていますが、いかがでしょうか。 はい、あのすいません、ちょっと正確な数値を確認はしてないんですけども、あの現地で聞いた限りでは、当然、あの電気代は下がっているというふうに認識をしています。それはまず電気そのものが再エネの割合がどん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 増えていって、あのスポット市場の価格がもうゼロマイナス価格を記録するぐらいですから、当然、電源側は非常にこう下がったはずですので、えー、それが一つです。あとそのさっきのの周波数調整サービスのコスコトが結構かかった てたっていう、まあそれは州政府が払っているっていう話だったので、電気代に直接には反映されてないとは思うんですけれども、その費用もまあ下がっているということを彼らは盛んにその強調していましたので、あのそちらの方から考えてもですね、あの電力の供給にまつわる費用がま非常に下がっているということを意味します。あとあの南オーストラリアは半分の過程に太陽光パネルが載ってるらしいんですよね。日本もまだまだやるべきことがあるような気もするんですけども。 あのそういう観点からも、当然それはまあ安くなる要因なわけですよね。えー、あらゆる方向が、ああ要するに経済合理性にのっとってやっていると、ああ石炭火力は高いから止めたって言ってましたから、そこはもう本当にシンプルな話で、えー、その物価ももちろんすごい勢いでオーストラリア上がってますので、そのそのグロスの数字で見た場合に、もしかしたら上がってる可能性はありますけれども、あのトータルで見ると、電気代っていう意味では確実に下がっているはずです。はい はい、ありがとうございます。なんかもう日本のやってることと本当に真逆のことが起きてるんだなっていうのがよくわかります。それからちょっと一つ飛ばして、あの、高橋さんにシンセティックイナーシャー という概念を説明していいただけますかということなんですけれども、ちょっと簡単にこれについて、はいあの。私、技術者じゃないので、正確には多分説明しきれてないと思うんですけども、あの電力システムでは、その同期するってことが非常に大事で、ぐるぐる回る、まあ、発電所ですね、火力がその典型なわけですけれども、おそれがないと、慣性力というものが失われて、まあ、電力システム崩壊しちゃうんだよっていうことが、まあ、技術的な説明で、まあ、だから火力が必要だということになる。 わけですけれどもで、再エネはそれを提供できない とということがまああその裏にあるとだからダメなんだと、火力とかまあ原子力が必要なんだという話になるわけですが、まあ、今回聞いた話では、その蓄電池もその物理的に動く慣性力そのものではないけれども、まあ合成、シンセティックとは合成ということだと思うんですけども、まあ、それに類するものを提供できるんだというのが、あ蓄電池の事業者の話でした。まあ、正確に言うと先ほどのそのそ火力をやっている会社が 作った蓄電所で聞いた話なんですけれどもなので、い、えー、まあ、未だにそのガス火力を一定量動かしているというのはまさに感性のためだと言ってましたけども、プラス蓄電池がまあそれに置き換わっていくのではないかと、で今もその合成感性というものを提供さるサービスをやっていますというのがあ、まあ、そこの話で、私もちょっと聞いた限りでは100%火力発電所の提供する物理的な感性、イナーシャを大体できるのかどうかについては、 はちょっと私もわからない、えー、まだはっきりとしないところがありましたけれども、ただあの一定程度感性を置き換えると蓄電池があそのの代替することができるっていうのは非常に重要な話でありまして、その分火力発電所を減らしていけるというふうに理解をしました。この程度でご勘弁ください。はい、ありがとうございました。えー、っとそれからさらにその次の質問の、ね、来さんの質問なんですが。 えっと、南オーストラリア州と日本の電力使用量の規模の差はどれくらい違いますでしょうか、規模によって導入の難易度があるのではないかと思いましたということなんですが。 えっと、発電電力量でいうと、豪州全体だと日本の4分の1ぐらいですねで、サウスオーストラリア州はさらに小さいので、えー、日本から見ると80分の1ぐらい、まあ、したがってまあ極めて小さいエリアである、だからまあ例外なんだっていうのはあの、まあ、想像しうるう、まあ、反論ですけども、でも実は逆で、電力システムって小さければ小さいほど、合わせるの大変なんですよね。 大きいほどが広域運用が要因になりますから、あ本来小さいエリアの方がコストが非常に上がってしまって難しくなるっていうのがあるので、必ずしも小さいからできるっていうのは、あの 安定供給という観点からすると正しくない、でもちろん再エネ導入っいう意からすると、非常に確かに恵まれた要因がありますので、あのそこはあのもちろん圧倒的なアドバンテージではあるんですけれども、安定供給も含めてというふうに考えると、ネットワークが広い方が圧倒的に有利ですし、まあ、かつオーストラリア全体にです、ねえー、そのサウスオーストラリアのやり方を広めていくと。でえーと2030年は82 オーストラリア全体で82%という目標を今、連邦政府が掲げ直しましたので、当然これは日本の、まあ、2倍以上の割合ですから、じゃあちょっとね、2030年に本当に82%豪衆が達成したら。 反対する方は何て言うんですかというふうにあの聞いてみたいというふうに思います。なので、小さいのは事実で、小さいから容易なところもたくさんありますけれども、だから全く参考になりませんという話ではない、むしろ小さいのにここまでやっているというところを、まあ、北海道とかね、えー、日本は参考すべき点が多いんじゃないかというのが私の、まあ、説明ということになります。 ありがとうございます。それから、えー、次に、高橋さんの質問がやっぱ多いんですが、えーと、蓄電池の量が増える時、えー、ときや、増えると、さやどりの市場価格が下がるリスクがあると思われますが、えー、オーストラリアではその兆しがありますでしょうか んとすいません、ちょっとその市場の動きをなんか徹底的に今回はまだ調べていないので、そういうのはまず、私は分かりませんがあの、いろんな事業者ですとか、あの州政府とかを聞いて回った限りでは、そういう議論は出てこなかったということと、で蓄電所の増新増設がどん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 相次いでいると。 いうことも聞いてきましたし、それも事実としてありますので、あの今のところ、まあ、 ビジネスとして、蓄電所っていうのは、どん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 盛り上がっていると、他州まで広がっているというふうに理解をしましたので、そういう懸念は今のところはないと、もし仮に起きてきたら、それは市場メカニズムに応じて、蓄電所の方も反応するんではないかというふうに想定されます。これぐらいいででよろしいでしょうか はい、えー、ありがとうございます。ちょっと下の方に移りまして、日本とは、えー、需要密度が、えっと、んなんて書てか、極端に異なることと思います。すはい、えー、需要密度の低い、おっと、特に、なんてか、すいまん。<laughs> なんていうんですかね、この武器島って言うんですか、そういうのがあるんですか、ね。武器島。えっと、おっしゃる通りなんですけど、あの、はい、も、もちろん、その、や、そういうところでやればいいんですけども。まあ、日本に当てはめるとすれば、私は北海道なんてのは一番いいと思うんですよね。連携線が細くて、しかも、その道内には山ほど、はい、風力とか。 まあ太陽光も資源がたくさんあって、なのに入りません、入りませんって言っていて、で、実は蓄電池結構あるんですね。事業者に設置させたから。 あ,あるいはその北部送電会社みたいなのも新しく作らせて、そこにも蓄電池を設置したりだとかしています。なので、重要なのは、もう日本は全然あるんですよ。再エネの資源もあるし、そういう蓄電池も実は結構、それなりにもあるのに、それが合理的に使われていないっていうのが非常におかしなところなので、小さい島と言わずに、ですね、えー、北海道をおーベースにして、えー、やる。 っていうのは非常にいい話だと思いますね。別にこの蓄電池を、蓄電所を作ることってのは別に住民が反対するような話ではないので、あの、そういう問題はほぼ起きないわけですから、まあ言ってしまえば北海道電力送配電さんが本気になって、えー、そういうものを、まあ、あ 別に北海道電力送配電が入れる必要もこれまたないんですよね。あの、欧州も送電会社が、あの、蓄電所を持ってるわけではないので、あの、事業者が蓄電所を持ってる。だからその事業蓄電所がビジネスとして合理的にやってきるような、まあ、市場ですとか、あの、系統との関係を作ってくれさえすれば、 あの勝手に事業者は儲かることであればやるはずだと思いますので、決してその小さい島とか言わずにです、ねえー、北海道ぐらいでやったらいいんじゃないかというふうに思いいいまますすはい、ありがとうございます、えー、次に、COP28、えー、の2030年までに発電容量を世界で3倍にするのに対して、政府の36から38%という数字はどういうことを意味するのでしょうか、これは松原さんにい。はい あのまあ重要な質問かなと思いますけどもあの一応日本も含めてですね世界各国が2030年3倍に合意してるんですけど、まあ、日本政府としてはそれは世界全体の話なので日本国内で3倍にするとは言ってませんというのが日本政府のの見解のようですでそういう中で、まあ、あのちょっと数字で見てみるとその36から38%という目標は明らかに低いわけですね。 えっと、2022年、えー、ぐらいですと、まあ、22とかぐらい、2%ぐらい、2番で超えてるぐらいなので、まあ、基本的には日本でも、割合でいくとまあ、ま、60%ぐらいの目標にしないといけない、えー、ことになります。せあの、最年3倍ということであれば。で、翻って、ま、日本国内で考えてみると、実はですね、日本の2003年目標の中で、まあ、原発を含めた脱炭素電源の目標値っていうのは58%なんですよね。 だからまあ原発ゼロということを想定すると、えー、その再エネの割合というのは実は58%にしなきゃいけないという目標に相当しますのでですからその、まあ、いわゆる2030年46%削減を実現することを、まあ、再エ年だけでやろうと思えばですねそれこそ再年の割合を60%ぐらいにして、まあ、それはあの再エ年の、まあ、設備容量に関してはちょっと 細かい数字は違うかもしれませんけれども、まあ、3倍ぐらいに相当するのかなという感じになるかと思います。はい、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と次に、日本における蓄電池ビジネスの担い手として、どのようなものが考えられますか。でまた、あの家庭設置蓄電池の普及の可能性についても伺いたいですということなんですけれども、えー、こちらは高瀬先生からもし、 今、結構、系統側の蓄電池ビジネスって盛り上がりつつありまして、まあ、いわゆるアグリゲーターと言われているような方々ですよね、が投資を始めているというふうに聞いていますので、あのー、いわゆるそのサービス事業者っていう感じですかね、えー、で、どん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 参入してもらえればいいと思いますし、まあ、先ほどのオーストラリアの事例のように、別にその普通に。えー まあ火力発電とかやってる会社がですね、派生的な形で蓄電池ビジネスをやるっていうことも、もちろん全然いいと思うんですね。それは当然、電力とかの技術的なことが分かっているということですから。ですので、大事なのは、新規参入者がどんどん入ってくるということだと思っています。なんかもう、費用だみたいな、固定費用だみたいな形でですね、無理してやるっていうよりも、十分儲かるような環境を作るってことが大事だと思ってます。 で家庭の方は、これもあの最近、コストが下がってきたので、たくさん増えていると聞いていて、実は私の家もですねあの,今年の1月に10キロワットアワーの蓄電池を入れたんですね、それは、すいません、東京都の補助金がむちゃくちゃ大きくて、ですねそれも非常に効いたので、ちょっとそこは申し訳ないなと思ってるんですけども、ああ補助金がそこまで大きくなくても、ですねまあ今後、その太陽光、屋根置き の太陽光をやっぱり自宅で使った方がむしろ儲かると。 いうご時世に、要するにフィットが10年で終わっていますので、なってきていますので、あの十分合理性があると思いますので、それがさらに VPP のような形で,ですね束ねえてもらうとか、ですね、そういうふうにサービスがつながっていくと、よりその発展性が高まっていくのかなと、今は我が,家我が家だけで得してるっていうか、我が家だけのスタンドアローンみたいな感じなですね、今の私は。 あの私の家は太陽光パネルと蓄電池のスタンドアローンみたいな感じでもったいないわけですよね。なので、そういう vpp ビジネスとかも広がっていくと、よりいいのではないかと思ってます。はい、ありがとうございます。東京補助金ついて、本当にめちゃくちゃうら羨ましいです。はい。結構 <laughs> で言えないぐらいもらいました。<laughs> はい。ね、補助金つけずに、あのうちも頑張って入れましたけど。すみません。でも、入れても、本当に、あの。 お除菌なくても何か得してるような感じは出しております。じゃあ次に、えー、っと、これ、えっと、インフレ抑制法、アメリカの、アメリカや EU は自然に産業を国内化する政策を取ってますが、日本はあの、どうなのでしょうかということなんですけれども、こちらは松原さん。あ、で、私のから。はい あのー、日本はですねあのさっき FIT 制度とかその時には特にそういう海外製品を除外するとなくて、はい、まあ逆に、まあ、そのまあ結果というからですけど、まあ、中国製が、まあ、これ安かったからということなんですけども、えー、普及したんですが、あのーまあ、それに対してですね、まあ、日本政府今やっと落としてるのは、まあ、いわゆる GX 推進 政策ということで、まあ、これに関しては国内産業の結構育成的な要素がかなり入ってるんですね。ですから、新しい、えー、技術開発に関しては、もう国内のえー、産業界をまあ、全面的に支援するような形になってきてるんで。まあ、この gx の中にそういう国内。 えー、えの優遇策国内産業への優遇策というのがどんどん、えー、入ってきている状況かと思います。じゃあこれがあの一般的な再燃普及に対してどういう影響があるかっていうと実は、えー、一般的な再燃普及太陽光とか一般的な風力に関してはあまり、えー、影響はなくてですね、まあ、ここにはあのーまあ、いろんな国の製品を、まあ、基本的には、えー、使うことができる。 えー、脅威みたいなふうに捉えられるようなことも時々あったりしてですねあのまあこの辺を、まあ、どう考えるかですけどまああまりその海外製品を除外するような施策というのはあまりうまくいってる。 例がなくて、まあか各行っているところも一部あるんですけど、あまりうまくいってないですね。日本国内でもそれをせずに、国、ま、内、あ、産業の育成は重要ですけども、えー、まあ新しい洋上風力とか新しい太陽光の技術とか、まあそういうところできちんと、えー、新しい日本としての、えー、産業を育てていく必要があるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。高橋さんから何か補足ありますでしょうか。 えっと、今、今の答えで十分だと思いますけれども、まあ確かに、その今ずっと再エネ逆風の一つの理由が、あ要するに中国で作られたものでしょ。 っていう議論ですよね。太陽光パネルはまあほとんど中国製、世界中中国製だし、あの風力もかなり中国メーカーが強くなっていると。で、まあ、それはその通りで、まあ、そもそも日本の産業政策が間違ったからそうなってしまったわけですけども、20年前には日本は世界一だったわけですから、はい、まあ、それは置いといて、あの、まあ、ただまあ、それを言い出すと、それはどうするんですかと、じゃあ日本製、 例えば2倍3倍すすする日本製を使ううんででかっていう話ですよねだからなんとなくそう言って、再エネダメでしょって、丸ってやっちゃうんですけども、おそんなこと言い出したら、パソコンだってスマホだって、ですねち中国製じゃないものなんていうのを見つける方が難しいわけで、あの日本製のものを増やす努力はした方がいいって。 全く異論はないわけですけども、だから再エネを入れないっていうのは、ちょっとやっぱり議論としては飛躍しすぎているんじゃないかと。もちろんその、うん プロブスカイトの質問とかも入ってますけれども、うん、そういう努力、あと二重式の余剰風力とかですね、えー、日本の産業はもちろん私もぜひやってもらいたいとは思うんですけどもまずエネルギーを国産にするということの価値の方が圧倒的にハードウェアの国産化よりも大きいししかも容易だと思いますのでやはりそこは議論の順番を間違えるべきではないのではないかとどんだけ我々があ戦前から含めて エネルギーのもう海外輸入で痛い目に遭ってきたんですかということは強調しておきたいと思いますはい、本当におっしゃる通りですね。はい、えー、あとちょっと別の観点から地熱発電についての質問をているのですが、日本でなぜ進まないのでしょうかって、これ、どなたかお答えはいじゃあ、私かな、はい、まあ現状あの0.3%でなかなか増えないんですけど、 あのまあ、よく言われてる2つの要因はあの地熱の導入に非常にあの、えー、時間とお金がかかると最初の採掘・敷、え、屈、ー、から始まってですね地熱の資源の探査から始まって、えー、最初のリスクも大きいし、えーまあ、導入までに特に大型の地熱発電所に関しては10年ぐらいかかるという、えー、中でその,の事業として、まあ、やち,ゃちゃんとやってる事業者いるんですけどもなかなかそれが一気に増えるという状況ではないということとやはりその地熱に 関してはその温泉とのま強、あ、制という問題があってですね。まあ、これをちゃんとやっていくという。まあ、あの丁寧にやってる事業者もいて、それでやってるとか当然あるんですけども。あのー、やっぱり地熱資源が豊富なところが日本の場合、その特にあのー。 えー、自然公園になってるところが多く北海道とか東北とかですね九州とか自然公園の中にあったりして、まあ、規制も結構、えー、厳しかったりするのでなかなか一気に増えるという状況ではないまああの資源としては世界第3位とか言われてるんですけど地熱の資源としてはまあそういう状況なのでまあこれは地道にやっていくしかないのかなという感じかと思います。一応政府の目標も一応現状の3倍3から 1%, 1なので、はい、まあそれをまずは目指す努力をするということだと思います。はい。はい、ありがとうございます。あとやっぱり今日蓄電池のお話があったので、蓄電池に関するご質問がいろいろたくさんと寄せられていまして、ちょっとあのこれまとめてお答えいただけるとい,いかなと思うんですけれども、えっ、ー、と蓄電池日本の技術製品。 あの、ありますか用いられますかっていう質問ですとか、あと、蓄電池の材料調達で、あの、新たな資源開発競争になるのではないかというような懸念があったりですとか、あとは、えー、っと、そう。 日本での導入、最大のネックは何かとかですね、配の辺てるわけではありませんけど、まず蓄電池ですけども、まあ、日本は10年ぐらい前までは世界のトップを走ってたんですけども、なんかこういう話ばっかりで本当にあの申し訳ないというか <laughs> あの、残念なんですけども、全く今、もうトップの座を明け渡してしまって、あの今、中国の,の CATL とかですね、あと、まあテスラですよね、まあ、その辺がもう圧倒的な強いメーカーになってしまったと。あの私昔ソニーに なんですけどもリチウムイオン電池を開発したのはソニーなんですよね。<laughs> でね、ずっと強かったんですけども、もう全く売り払ってしまいましたから、あやってないということです。で、えっと、あのホーンズデール蓄電所は、あの当然、テスラの製の蓄電池が使われていますし、あとその、私が行った AGL という会社の蓄電池は CATL だ、中国の CATL だっていうふうに言っていましたから、まあ、残念ながらちょっとこう日本の会社の技術とか製品っていう話はもう、 ほとんどないまあテスラ製のものの中にはそのパナソニックが作った乾電池が入っているものってのが一部あるみたいですけどもおちょっとなかなか世界の蓄電所の話を聞いて日本んみたいな日本メーカーみたいなそう,そういう話はほとんど 効かないので、ちょっともう技術的にもかなりまあ、しんどくなっているのかなと。で、もちろんその自動車メーカーとかがその全固体電池とかそういうことをやっていらっしゃるみたいなので、ちょっとその辺がすいません。軽度、予蓄、電車、どういう関係になってくるか、私はちょっと分かっていないので、あの可能性があるのかないのかというのは分かりませんが、まあ、現状私の知っている限りではなかなかこう。日本のっていう感じにはなってないっていうのが残念ながら状況です。で、鉱物資源については、あのオーストラリアはあの？ 原料だけじゃなくて、鉱物資源も非常に豊富な。 国でありまして、まあ鉄鉱石なんかは有名ですけども、そういうレアアス系もかなりあるらしくて、あのそういうことに期待しているということをおっしゃってる、あのオーストラリアの政府の関係者もいました。なので、オーストラリア側は結構、まあホクホクという感じでした。でそれが、まあその地域の住民の方に対してですね、どういう影響、環境破壊とかがあるんではないかっていうのは、ちょっとすみません、私にはわかりません。あのよくそういう話は聞く話ですので、あの気をつける必要はあると思うんですけども、 あの現時点で、そういう知識とか、オーストラリアでどういうなんか、現住民の方の反対運動が起きているのかとか、すみません、分かりません、えー、申し訳ないです。で、えー、っと、あとは何でしたっけ。えー、っと あ余剰電力、これは非常に重要で、まあ、今74、74%になっていて、でえー、もう3年後にはオーストラリア、南オーストラリアだけで100%になる、で100%ってはネット100%という意味であって、あの本当に再エネだけですべてを賄うという意味ではないらしいです。要するに、あの石炭あのガス火力を少しはやっぱり感性の問題があるので、残すんだと。 いうことは言っていました2030年断面では、ガス火力もちょっと5%か10%か分かりませんけども、残すんだとは言っていました。感染についてはまだ100%、蓄電池だけってわけにはいかないということだと思いますが、年間の消費電力量に対して100、100%は再エネだけで賄えると、要するに120%とか発電量が出てしまうということですねで。余剰電力は水素変換するんだと。これ、極めて合理的なわけですよ。 余っちゃうから、要すするるに水素変換するんだと。ネガティブプライスだからそのお金払っても需要してもらわないと困るからそれを水素変換するんだったらは極めて合理的であってそれは当然グリーン水素になります。ですので当然日本っていうのはグリーン水素の 輸出先として、まあ、多大なる期待を南オーストラリア州にはされているということで、まあ、せっかく輸入するんだったら、私もあのグリーン水素がいいと思うんですけれども、それは当然、あのオーストラリアとしては、まあ、あ望んで、えー、狙っているしで、かつ面白いのが、鉄鉱石も彼らは当然、たくさん持っていて、日本に輸出をしているわけですよね。なので、えー、グリーン製鉄をするっていう計画もあるみたいですね。 グリーン水素が純国産でたくさんできるんだから、純国産の鉄鉱石を使ってグリーン製鉄をして、日本に場合によっては売り込むと。 これは日本の製鉄メーカーからすると、まあ、脅威なわけですけれども、まあ、もしかしたら、まあ、あの日本製鉄みたいな会社がですね、そういうことをオーストラリアでするという方がむしろ合理的なのかもしれませんけども、厚、ま、労、あの,その労働者どうするんだっていう話にはなるわけですけれどもあの、そういうことすらあのオーストラリアは、まあ、計画というかあ、しているということですから。うん <laughs> 日本はね、あのブルースイソたくさん輸入しようとかって、一生懸命しゃかり気になっているわけですけども、かなりこうずれているというか、もちろんオーストラリアは儲かれば何でもしますので、ブルースイもー経済性があるならば、まあ、売りますよっては言ってましたけれども、ただ、今のところ、政府としてはあ、オーストラリア国内でグリーン水素を作って、それを輸出するってことを最優先にしているという話でした。 はい、とりあえず、それぐらいで止めておきます。はい、ありがとうございます。そろそろ時間になりましたので、質問まだちょっと20件以上残ってしまっているんですけれども、まあ、でも大体今のお話の中で、あの、かなりカバーされているのではないかなというふうに思います。もうなんかでも聞いていると泣けてくるというか <laughs>、 日本の再エネ化ね、しないで外から再エネ買ってくるっていうことに、あの、今後、なっていくかもしれないと思うと、泣けてきますけれども、あの、それぞれ最後、あの、一言ずつ。まあ、やっぱりここは本当に、その、エネキ、今後どうしていくのかっていうことですとか、あの、日本のこの政策、ま、新しい政権になって、あの、本当に、この日本の中での、 あの化石燃料からの脱却っていう脱炭素化っていうところを目指す中でどうしていかなきゃいけないのかっていうのをあの最後それぞれからコメントいただいて終わらせたいと思います。松原さんからよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。あのまあ300%目指すということをまあ日本国内でやるとするといろんなやり方があるのかな。 でそのやり方をちゃんと見つけていくというで,できない理由を探すんじゃなくてあのできるやり方を見つけていく方があの日本としても。 いいんじゃないかと思ってまして。まあ、あの、日本全体は結構大変かもしれないんですけども、あの、地域別に見たりですね、あるいは企業別とか、えー、もっと細かく見ていくとですね、100%ってのは十分可能なんですよね。すでに達成している、エリアもある、あるわけで、まあ、企業とかもあるわけで、まあ、それをですね、その、て言うんですかね、最初は点かもしれないけど、それを面に広げて、まあ、それをだんだん広げて、日本全体に広げていくみたいな。で、しかも、時間軸にしては、まあ、最初は、あの、 短時間ではそういうまああの点かもしれないけども最終的な面に広がって、えー、まあ2050年とか長期的に見ればそれが日本国内に広がっていくれそんなえーまあロードマップというかですねイメージビジョンをですねちゃんと作ってやっていくっていうのが必要じゃないかなと思いますありがとうございますでは赤橋さん最後よろしくお願いします、はい、えっ、ー、とまあもういさんのご反応が結構すべてを語ってるような気がするんですけども私もちょっとオーストラリア初めて行ってびっくりしましたで、 もちろんその、今、松村さんがおっしゃった通り、やっぱり技術的には、まあ、可能なんですよ。何でも,でき何でもってちょっと言葉があれですけど、乱暴ですけども、できるんですよ。条件が不利な。 まあ地域、国は当然ありますけども、その不利なところは他のやつで十分補える、あるいは新しい技術できりき置き換えられる、それは理論的にもそうだったはずだし、今もうこれだけ実証事例が各地で出てきているわけです。そうなると、先ほどもあのあの北海道新聞の取材を受けてて、あの36、38%すらできないって、n 長は言ってるみたいな、n h どうすんだみたいなそう、どう思いますかだったんですけどあの。結局積み上げちゃうとそれはでき できませんよ今のシステムをそのままであの積み上げていくと、絶対できないですね、だからあのできない、非現実的だって話になるんですけども、もともとその2050年カーボンニュートラル自体が、まあ、こういったら誤解を恐れずに言えば非現実的な目標なわけで、 ただそれをやると決めたわけじゃないですか、それは世界が決めたわけじゃないですか、それってやっぱりバックキャストするしかないんだと思います。でそうすると、やっぱり政治がその目標をはっきりと出すと、それは南オーストラリア州もそうだったし、今、連邦政府もオーストラリアはそうなってるわけで、それをやらないと絶対事業者はついてこないし、官僚もついてこないし、絶対実現できないなっていうのは、すごい思えました。でまさに今あの自民党の総裁選とか まあ、立憲民主の代表選とかあー、やってるわけで、そこに期待したいなと思ったら、なんかむしろ下に向いちゃうそうな方向に今なって,ってるんですけれども、やっぱそこは有権者とか国民が、いや、こっちなんだと、やっぱりちょっと原子力、無理があるよねと、あるいはあー、まあ、今回の豪雨とかを見ても、ですね絶対カーボンニュートラルやらないといけないよねと。 なんか原子力に対する非常に反応が日本人、優しくなってるんですけども、ちょっとよく考えましょうよと、どんだけ高いと思ってるんですかっていう意思を、やはりこう有権者がしっかりと示して、そうすると政治も多少なりとも変わってもらえるのかなと、まあ、結局、そこに、そこにもうすがるしかないみたいな感じに、えー、結構感じてる今日この頃でございます皆様よろししくお願いします。 はい、ありがとうございました。あの、本当にやればできるんだっていう事例が世界であちこちから出てきていて、今日はね、新しくその南オーストラリア州っていうところで20年間でゼロから74まで引き上げるみたいな、そんな例もあるんだっていうのは、あの、本当に希望ですし、えー、今後の日本のあり方っていうのを考えていく意味でもすごく参考になるお話を聞かせていただきました。松原さん、高橋さんどうもありがとうございました。 えっと、今、あの、エネキで、あの、議論されている基本政策分科会では、あの、意見箱が設置されていて、そこに、あの、様々な意見を寄せることができます。寄せた意見は、委員にすべて配られるということで、目を通してもらうことができるので、あの、ぜひ、その意見箱への、あの、今日のお話とかをね、どんどん投げていくっていうことを、みんなでできたらと思っています。 それから、えー、今あの、別途ですね、まあ、原発をどんどん作らなきゃいけないという方向で日本は動き出しているわけですけれども、その原発にかかる費用、まあ、いくらでも上乗せできるような制度が導入されようとしています。まあ、イギリスであの実際に 使われているラブモデル、RAB モデル、ラブモデルと言われているような制度をえ今回のエネキで導入しようというような話が浮上しています。で、これは脱炭素電源としてその火力発電などでもあの使われてしまうのではないかと言われていまして、まあ、これにあの大きく反対していこうという署名活動が始まっています。ぜひそこへの,あの署名の,あのご協力も よろしくお願いいたします。こちらの署名のリンクも貼ってありますので、ご活用ください。それから次回なんですけれども、第5回の次の6回目はまだ今調整中なのですが、今特別ウェビナーとしまして、10月の4日の日に、ヨーロッパにおけるその再生可能エネルギーの拡大と地域の事情ということで、スペインの 研究者の方からお話を伺うことになっています。あのちょうど来日をされている時にあのご講演いただけるということなんですけれども、あのウェビナーで開催いたしますので、ぜひこちらの方あのご参加いただいて、あの特にですね、その再エネを地域の中で広げていくっていうところ、まあ様々なあの課題を乗り越えて普及につなげてきて、 あの、いるような、あの事例をご紹介いただくことになっていますので、ぜひご参加いただけたらと思います。それでは、あの、今日のウェビナー、こちらで終わ,ら終わりにさせていただきたいと思います。最後に、あの、このウェビナーに対しての、あの、アンケートを とっていますので、これ画面を切られた後にそのアンケートの画面につながりますが、えー、ぜひ皆さん最後にあのご協力いただけたらと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。